分かったよ。やってやるよ。お、あさってやってやるよ、天秤だと。よし、やってやるよ。だけどな、いや、もう元々カードは決まっていたんですけどね。はい、君がよく分かるよ、お前ら。次、てめえら、この公式の場で負けたらお前らどうなるんだ。それがあんだろうな、覚悟。あ、だからやってやるよ、逆によ。てめえらみたいな雑魚相手にやってやるよ。それでいいだろ。やってやるよ。取りに来い。取りに来い。飾って取りに来い。てめえら本気で取りに来いよ。やってやるよ。やるよ、じゃあ。やってやるよ。なんか言ってくることがよくわかりますけど、もうカードは決まって発表されてますからね。カードあんだろうな。やるやらないじゃないじゃないかなと思います。しかも何かこう、今日は完敗しているのに上から目線ですよね。やってやるって言ってましたね。はい、いや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 、 I have never been tired, you know? Never tired. 俺は疲れないと。あれに動きたい。お前は死神になるんだよ。神じゃねえからね。死神にしてやるよ、神になる。ああ、そしてね、棚橋と猪木の間でもあの神伝承みたいな、あの二人の絆も深まってますしね。大地、あと2日のチャンピオンライフ楽しめよ。おお、かっこいいね。19まで、かっこいいよ。再びそのベルトを取り戻すという決意を改めて口にしました、棚橋博士、猪木浩太。さっき言ったように、お前、はい、お前、なんでやってやるって言ったか分かるか、さっき。やってやるよ、やってやるよ、おい。ザックが、ザックがこんな痛がってるのを見たことないんで、終わってやってやるよ、やってやるよ。ザックのこの痛がりに免じて、明日、飾って、大抵のうち、いいじゃないか、受けてやるよ、お前ら。お前らみたいな、何の力もねえやつ。死に溺れろすよ。てめえらの商品価値だけで挑戦者決めやがってよ。あ、俺らにはこんな試練与えて、やっと手元に来たこんなベルト。あ、お前らの好き嫌いで決めて、あ、そんなに棚橋といぶし商品として大事か、あいつらが大事か、あいつらにチャンスいっぱい与えたいか。まあそうか、その方が何や、金になるっつうのか。あ、そう、そんなんで簡単に挑戦認めんだったら、まあいいよ、やってやるよ。逆にやってやるよ。腹立ったよ、子供見て、マジでムカついて。やってやるよ、その代わりよ、新日本プロレスは。お前らがひいきにした、イブしたなし。あさって、もう一回俺らの前に負けたらどうなんだよ。どうするつもりだ、どう責任取るんだ、この野郎。なあ、次はないんだぞ、お前ら。じゃあ、私、横綱に残ってんのは、番付が下がるんじゃないんだよ。引退しかないんだぞ。お前らは、この代償はでかいぞ。お前ら、ただじゃ終わらずに、肉体的にも精神的にも破壊してやるよ。あさってゴールデンボールズは解散だ、摘出だ、ボールズ全摘出だ。そうだ、お前らはもう何もできねえんだよ。立ち上がることすらできない、全摘出だ。お前ら終わったぞ、やってやるよ。もうシングまでやりゃいいんだろ、文句出んだろ。じゃあ、ザッタな、はい、お前に回しかって。I'm gonna break Tanahashi's legs. I'm gonna break his legs. I'm gonna break his legs. Then we're sending him to the opening match, huh? Old boy. Huh? I want his head shaved. I want him in black trunks. And I want him in the opening matches. Huh? You think you're funny, Tanahashi? Huh? Cheating. Huh? Huh? Cheating bastards. Huh? Baby faces? No. Cheating bastards. You're so giant, you can't win, aren't you? Cheating bastards. Ah, my, what kind of tools you use, you're so stupid.分かってるぞ、正しいし、お前らは実はそんなに仲良くないことも知ってるぞ。はい、イブシは、お前は神じゃない、死神になるんだ。分かってるから、やってやれよ。バイバイ、ゴールデンボールズ。バイバイ。これで本当の最後だぞ。二度とゴールデンボールズを名乗るな。金丸、ついにあさってだな。勝つのは今日と同じ俺たちだ。俺だ。オッケー。うん、神宮まで待った話や。うん、あの角瓶のおっさん、おい、覚悟しとけって。うん、マスターワトが、うん、お前を完全に潰したるからって。
これはもう俺が見ても、誰がどう見ても、まとこ勝つに決まってるやない。がっちりいかせよ、ここで一気にあいつを踏み台にして、トップにジュニアの新日本の頂点目指してねえから、そこまで上り詰める。一歩ワンステップにしすぎないからね。がっちりいかせますよ。OK。はい、前哨戦最後ね、大事なラスト試合を勝ったからやりましたね。俺ね、すげえ張り切ってんだよね。なんだろう、こう心の底からチャンピオンになりたい、ベルト欲しいっていつも思ってるけど、なんだろう、今回はイブシ君と勝ちたいっていう思いがすげえ強くて、なんでかっていうと、太ってさ、怪我もあって、なかなか気持ち的には明るく振る舞ったけど、なんとか、なんかこう、なかなかトンネルを抜け出せなくて、それをイブシ君がいたから、きっかけを与えてくれたから、なんとかそこをね、その底の一番底の状態を抜け出すことができて、それはでも今いろんな人に、俺みたいな人はいろんなところにいるんじゃないかなと。プロレス見てさ、楽しくなってさ、そのエネルギーをまた強く持って帰ってもらってっていう、タッグのチャンピオンにしかできない仕事ってきっとあると思うし、俺は今本当に喉から手が出るほどタッグのチャンピオンベルトが欲しいです。皆さんやりましたよ、ここまで。本当に今やりましたよ、本当に頑張って有言実行、ちゃんと体も絞ってやりましたよ。ありがとう。でもまだ終わってないから、よし、まだ始まってもないですよ。おい、これは明後日から始まりですから。はい、俺らは明後日から始まるから、これ有言実行進ますから、やりましょう。よし、お願いします。本気出しますよ。おい、あと2日しかないから。よし、やってやるよ。いつの間にか